ビッグバンの G ドラゴンが新たな事務所で活動します。 YG は20日、 G ドラゴンは当社を象徴するアーティストの一人であり、2006年のビッグバンのデビュー以来、彼と一緒に過ごした時間は全て光栄だった。 G ドラゴンの新しい出発に祝福があることを心より祈ると伝えました。 GD は6月、10年以上にわたって共にした YG との専属契約が満了。今後はギャラクシーコーポレーションと共に活動していく見通しです。ギャラクシーコーポレーションは2019年に設立。芸能人 IP を活用してバーチャルアバターを制作し、注目を集め、ネットフリックスのフィジカル100の制作会社としても知られています。21日、ソウルで行われた記者会見で、チョ・ソンヘン理事が G ドラゴンとの専属契約締結を伝えました。捜査が終結した G ドラゴンの今後の進路と歩み、共にギャラクシーコーポレーションとの関係に対する様々な問い合わせがあったため、本日この場で申し上げると伝えました。何より厳しい時期を過ごしたコンジヨンさんが、アーティストとして復帰することができるよう整理する場でもある。これからギャラクシーコーポレーションと G ドラゴンがいい旅路に旅立てるようたくさんの励ましと関心応援をお願いすると明かしました。続いて、まだ悪質コメントで苦痛の時間を過ごしている。コンジヨンは証拠を通じて無罪を立証した。これ以上証明する方法がないのに、まだ憶測と悪質コメントがあることに遺憾とし、28日までに消去してほしい。そうでない場合、強力に対応すると答えました。また風俗店の女性室長に対する質問には関係ない、知らない人としました。その後、ギャラクシーコーポレーションは G ドラゴンの手紙を読みました。手紙の内容は動画を止めてご覧ください。最後に、手紙の内容や今回の発表をまとめると、ギャラクシーと正式契約をして2024年にカムバックすること、麻薬撲滅財団を設立したこと、 VIP への感謝でした。最後に、私勝利の感想を言いたいと思います。晴れて身の潔白を証明できたので、新しいスタートとしてはちょうどいいタイミングだと思います。もともと自分が K-POP 好きになったのもビッグバンからで、毎年ライブに行ってたし、一番の思い出って言ったら M ステの観覧が当たって行けたこともあって、ずっと好きなので、これからも応援したいと思います。ご視聴ありがとうございました。これからも韓国の情報動画を発信していくので、チャンネル登録お願いいたします。また会いましょう。